子子もたちに憧れる大人になりたいしやっぱ子供たちに俺かっこいいやろっていう自信持って見せれる大人でありたいなってやっぱ思うから自分なりのかっこいいを僕もちょっと探していきたいなと思いますね。うん、えー、でもかっこいいと思いますけどね僕ずっと会った時からかっこいいなと思いましたよ。うん 嘘ちょっとっ褒めてもっともっと褒めて <laughs> どうしよっかなどうしようかなどこにやっぱねあの一番衝撃を受けたエピソードがあって<お>それがヒッチハイクの話だったんですよね倉間<お>先生のヒッチハイクの話あれ僕倉間先生から聞いてなかったんですけど直接はね 他人の伝えで聞いたんですけど、はと思って、この人、ほんまにそんなことしたのかって思って、それがマジ衝撃で、はい、会議に遅刻してでも行くみたいな。コカ・コーラの話ね。<laughs> そう。そう。そ,うね、それですよ。そう、当時、うん、あのねここし、大阪なんですけど、僕住んでるとこ、そこから東京に、まあ、会議に呼ばれまして、コカ・コーラさんに。 本社ですけどね、渋谷にあるんですけど <laughs>、まあ。まあまあ、<laughs> そっからまずかっこいいですけどね、はい、<laughs> はい、そう。で、そん,んそこに、そう、呼ばれて、お昼の2時からやったんですけど、なんか前から、こ、うん、のヒッチハイクっていうものに憧れがあって、初めて、こう、ヒッチハイクをしてみたいなって、真剣に思い出したのが、そのコーラの会議の、まあ、2、3日前やったんですよね。で、うん、ちょっと一緒にやってくれる同僚の人もいたので、 実際やってみるかっていうので、うん、前日の夜10時からね、えー、5台乗り継いで、人生ドキドキしながら、ヒッチン配行して、えー、豪快に会議2時間遅くするっていう。本物と聞いたとき、<laughs> この人、頭おかしいんちゃうかなと思って。<laughs> でもね、本当。言ってもね。 そうでももっと頭おかしかったのは、その現場にいた人たちで、4時に着いたのに僕らの到着を待ってて、僕らが到着したら全員スタンディングオベーションとか <laughs> えへ、ー、え、よう来たって感じでそう。初めて、遅刻してあんなに褒められたの、初めて。<ー>いや、気持ちいいですね、それね、やっぱかっこいいんですよ、<laughs> それも、そのオチも含めて全部かっこいいんですよね、やっぱね、入りからオチまで。 いやそれを聞いて、この人かっこよと思って、それに感化されて、<laughs> なんならったら僕もひっちゃ役やったっすからね、ほんまにこと言うと。そう,ね、<laughs> そうそう <laughs> や、やってたね。すっごい大変さ目にあってたけどね。やっとね、確かに、6時間ぐらい同じサービスエリアでね、ずっと待ってたみたいなところがあったりしたんですけど。 いやでもほんまなこと言うと、それが、そのエピソードを聞いて、うん、わっかっこいいよと思って、ほんまにちょっと憧れちゃって、もうキュンキュンしちゃって思う、胸が。で、それでやったんですね,すね、うん。そう。僕も一早くやった人の話を聞いて、キュンキュンしたのを覚えてます。っっすね、だから同じ感じですよね。そうなんや、うん。やっぱね、そういうのはね、<laughs> インターネットとかにあんま書いてなかったりするし、繋がってるからこそ、もっと丁寧に聞けたりするとこがあるので。うん <laughs> 僕、ね、もだってめっちゃしんどかった時もうすぐ連絡してメッセンジャーあってね <laughs> あの懐かしい今でも覚えてもう全然捕まらないんですよ」みたいなもう6時間いつで僕も予定やったんで言っても <laughs> うん、うん、そのためにひっちゃ行くって手段を使って予定を行くのに、ね、いや全然捕まらないよみたいな時にうん、うん、やっぱもう深夜でも励ましのこの仲間からの励まし先輩からの、ね、エールがあってなんとか保てたってなのありますよね。 もすごい共感できるもんね。僕も初めて言ったとき、夜1時から朝の4時半までアウトやとかね。だから、言うからしたよね。だから俺大丈夫かなと思って、大丈夫だと思って、そのエピソード聞いたら、生きていけるわと思って。でも、そういう、でもなんか。あ、そう、優しくなれる。やっぱね、人生の経験とか、 気づくものってやっぱ大きいですよねその経験うん、うん、そこから得られるものっていやい懐かしい話